はい、どうもこんにちは、これです。今回ですね、ランク818圏杯、世界最速とまでは言えないけど、最速クラスでクリアする立ち回り紹介していこうと思います。まあ、初日でね、自分が開けた編成の、間違えた、自分が開けた立ち回りの改良版ですね、完全に。もう本当にそれの最低コンボ数だけで突破するっていう、コメント欄で結構あったんですよ。動画の立ち回りだったら、取れませんみたいな。いや、取れるんですけど、やっぱパズルをね、早くしてくれないと結局取れないんですよね。当たり前なんですけど、ランキングダンジョンなんで。多分取れないって人は、もうパズル速度が遅いと思うんで、もうなんか無理してでもパズル速度を上げることをお勧めします。それがいいならもうコンボ練習するしかないんでね。で、ここ、金2コンボ含む6コンボします。OK。OK。で、ラスト。はい、こんな感じで切ります。まあ、これでかなり早くクリアできるかなと思います。はい。はい、236秒。まあ、かなりね、早い方だと思います。こんな感じでパズルしてもらえればね、14万8000点と。軽くね、王冠剣に合うことができると。はい、まあね、さすがにね、さっきの立ち回りはボスとかむずいんで、少しでもね、簡単になってる立ち回りも紹介しようと思います。まずは1ターン目、1秒で組めるだけ組んでください。基本的にね、一瞬で組めるならいっぱい組んでもらった方が助かります。2階層、キー1コンボ含む4コンボしていきます。ここももっとね、コンボ組めるなら組んでいってください。で、ここ、キー1コンボ含む6コンボ、もしくはキー2コンボ含む5コンボで突破できます。なんか奇跡の落としが入ったね、今。はい、4階層。で、ここね、まあ、操作時間もあれなんで、アルゲディ使います。これで木も6個できるんでね。はい、で、キー2コンボ含む6コンボで、OK ですね。これで突破していきます。はい、そしてラストですね。バッケス使います。で、こんな感じで組んでいってください。これでね、まあ、9コンボ、まあ最悪ね、列組みにくかったらアルゲディ使ってもらって大丈夫です。はい、今回はなしで、で、こんな感じでパズルしてもらえればね。はい、軽くね、王冠圏内入ることができると思いますので、よかったら参考にしてみてください。でね、ボスのパズルとかでね、苦手っていう方はね、とりあえずまず道中を、いっぱいコンボしていってください。基本的にね。で、最後だけ、気合で頑張ってもらう、回数積んでもらうとしかできないんでね。あと、もしくはアルゲディ使うっていうのも全然ありなんで、よかったら頑張ってみてください。はい、ということで、最後ですね。はい、ということで、ラストですね。最後の組み方、紹介していこうと思います。最後、個人的な組み方としてはね、まず、上に2コンボ組む。木以外でね。で、木の列をここに組む。で、あと、縦に組んでいく。これが個人的には一番おすすめです。まあ、人によってね、組み方変わるとは思うんですが、個人的にはこれが一番おすすめ。これね、この形が一番おすすめです。で、もしくは、下1列でこう組んで、こんな感じで組むと。これもおすすめです。ただね、一番下に組んでもまあ別に問題はないんですよ。ただ、こんな感じで、まだまだいいんだけど、これが、例えばこうなった場合、下と繋がっちゃうんですよね。この事故を減らすためにも、俺は木を2列目に組むということを意識しています。あとはもう頑張るしかないんで、ね、ぜひ頑張ってみてください。ということで、今回の動画は終わりにしたいと思います。よろしければ、チャンネル登録と高評価の方、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。